はい皆さん、えー、お久しぶりでございますえー、本日は、えー、本当に久しぶりにサブカル紹介ですねしていきたいと思いますでたまたまねあの本棚をこう整理していたら見つけたんですけどなんか自分でも懐かしいなと思ってこのパラパラと「ぶっちくんオール百科」をこうやって見てみたら結構面白かったのでね あの、これも紹介してみようかなと思いました。でブッチュくんって多分、まあ皆さん知らないですよね。で、オール百科と言われても困ると思うんですけど、まあそういう本なんですよ。あの、こういう漫画はよりはないんですが、コミックスは超人気とか、まあ書いてありますけど、グッズも出てるっていうような要素、こうやってね、オール百科で書いてありますが、まあ書いてないけど、 あのオール百貨作ったっていう、まあそういうふざけたね、あの、そういう系でやってるという、まあえっ、ー、と、田中克樹さんと天久正和さんという、あの、バカドリルっていう、バカドリルは知ってる人多いかな、バカドリルっていう、えー、を書いたあの、コンビなんですけれども、 こういったあの名シーンとかをあの集めた、まあ、まさにねオール百科風のまあギャグ雑誌というかこの名シーンとかで、ね、光ちゃん少女から大人へでこのシーンあの分かる人は分かりますよねあの完全にあの杉吉春の赤い花なんですよねただこういうちょっとねマニアックな なんかね、面白ネタだったり、この漫画の原稿紛失によってお蔵入りになっていたブッチくん幻の名作がまさかの発掘って言って、まぁ、あ、こんな感じで、あのね <laughs>、原画みたいな感じで載ってたりとか、ね、この漫画またね、面白いんですよ。ぜひ見てほしいんですけど、 あとは、これはまあキャラクターのあの日記帳みたいなやつなんですけど、これもね、読むと面白い。本当にふざけてるというか。あとまあこれですね。ぜひ紹介したいのは。んだ夏の幻影と。まあんだっていうのはまあ簡単に言うと伸びたくみたいなキャラクターです。ぶっちくん内での。 で本作90年代初頭,初頭ブッチュくんのその後をテーマに青年誌ビッグコミックに掲載されたもの、えー、成人したヨンタくんの白昼チームから始まるストーリーは少年期をブッチュくんで過ごした読者に大きな反響をもたらした、えー、とりわけ少年時代との決別を暗示するラストシーンは今読んでも衝撃的だというような感じであれねすごいシリアスな風に え、始まるんですけど、あの、まさにね、このビッグコミックに掲載されたものって書いてあるように、あの、本当にビッグコミックに <laughs>、載ってそうに書いているところがちょっと、うまいんですよね。しかも、結構いい内容っていう、無駄に。だからその漫画描く技術自体は、あの、かなりあるんですよね。この作者。 で、あのー、あ、これね、今一瞬見えたかもしれませんが、あの、もろに書いてあります。裸先生、なんか学校の先生らしいんですけどね、これが。規制替えっていうことで、ま、もろに、これ書いてありますね。ちょっと一応隠しとくけども、あのー、まあ、一瞬で見えた人はラッキーということで。これ、あの、書いてあるのが、結構なんかね、えげつないっていうか、なんかリアルな、 書き方してあるんで <laughs>。あのー、これは、あの、買って、見てみてください。これは、あとは。というような感じですね。まあ、あと漫画も、あのー、いろいろ載ってる。そういうの、漫画もねな、なんか無駄にシリアスだったりしてね、そういうところが、面白いんですけど。<laughs> ということで、これね、あの、あれですね。ビレッジヴァンガードで買ったのかな、確か。 何年も前に買ったやつなんですけどね、泣き最初に読んだら面白かったんで、ちょっと紹介してみました。えー、まあなかなか更新できないんですけど、まああの質問と、まああの、あずまさんとかね、おいおい紹介したいんですが、何かね、あの、紹介してほしいものとかあったら、またコメントなどよろしくお願いします。ということでブッチ君、ぶっちくんオール百貨 あの今なかなかね、もうヴィレ版では売ってるのは、まあんま見ないんですけど、まあアマゾンかなんかでゲットして、ぜひ見てみてください。これはあのかなり笑えますね、これは。うん。くだらなすぎて。かなりおすすめなんで、ぜひ読んでみてください。